どういうことなんだ。まず年下だったらやっても水も飲んじゃいけないのか。言ったことがないぜに年下のいうことはそうやってヘラつきながら聞くものなのか。何じゃない。何俺がどれほど怒り狂ってるか分かってるのか。それで、ね、それも理解しないまま警察呼ぶっていうのはどういうことなんだ。そんなこと言ったことないぜ。じゃあなんで俺がさ何かしら意見以前にまず内科師だ、もう家族の一人、まあ、例えばママが一方的に謝らないから、もうそれはそれでもういつまで経っても、周りの人の迷惑をかけて、それに、キャッシュカードも何も、自分の方でさ、内科師は金銭感覚を養う、ことをさ、内科師は家族全員でもさ、取り組むような話も、ろくにしない。で、それに、俺がさ、とにかく現段階で、何かしら改善する際に、俺はね、みんなお互い様っていう概念で、全員謝るっていうのを、あれだけさ、こんな声を張り上げて、自己中だと言われようがね、俺はね、ちゃんと出向いてね、言ってるわけ。それも年下だったら聞かないのか。来なくていい以前にね、まず、今すぐにキャッシュカードを仕事を休んででも、返すっていう、のが筋だろ。こんなのね、何人関係ねえんだよ。年下だろうが、年上だろうが関係ねえんだよ。何日本人だろうが、アメリカ人だろうが、メキシコ人関係ねえんだよ。ユダヤ人関係ねえんだよ。人間としては、ごく普通のこと言ってんだよ。そんな話したことありませんよ。まずね、ありませんよじゃなくて、もっと言ったらどうなんだよ。もっと言え。何だ、どこかすんだお前。もっと言いなさい。俺は噛んでませんよ。なんで自陣とこやってんだよお前。まずね、それくらいにひどいことがあるんだよ。ふざけてんじゃないぞお前よ。ほらそうやってさ、俺がさスマホの画面を口に付けないほど分かんないわけが。それくらいね、俺はね、今、精神的にも肉体的にもね、もうピンチなんだよ。どう、ママと話しなさいよ。話以前にな、俺の方からね、歩み寄ってもね、そうやってさ、何かしらやるんですか。いいから帰んなよ、お前。いいから帰んなよ、じゃなくてね、俺はね、今ね、何なんだよ、お前はよ。はい、じゃあ今、俺をさ、殺してみな。どんなことするわけないだろ。それが嫌だったらさ、今の状況なんで改善しないわけ。お前が煽ってんじゃない。煽る以前に今まで煽ってきたのはどっちなんですか。お互い様だ。じじんとか。謝れないんだろ。謝らなかったらいいよそれで。やめないよお前。ほら、銃逃げろ。逃げたんよ。はい。もう記録済みだから。どういう気なんだお前よ。どういう気なんだよ。まあいいから。まずね、年下だったら殺すんだろ。じゃあ殺してみなさい。警察呼ぶよ。警察呼ぶのはどっちですか。会社なんだからさ。会社だったらじゃあこれ証拠で出しますよ。よし。やめろ。じゃあ、これ今から会社で、同行して、聞かせますよ。やめなさいよ、これが、社会人の、取る行動ですか。どうせ、行けないわ。やってください、本当に。じゃあ、俺ね、これをね、ジェージの方から、謝らない、限りね、これね、警察に届きますよ。どっちが本当の、警察に逮捕される人間ですか。まず、年下だったら、俺は死んでいいんですか。やめろ、本当に。年下だったら殺されていいんですか俺は。どうしようもないなお前な。まず俺に今までさ挨拶俺がさ言っても返したことあるかここ最近。いいから。でまず俺が年下で謝って、で年上だったら謝んなくていいんですか。いやどうもすいませんね。まず誠意を持って、まずもっと大きな声でごめんなさい言うんじゃないんですか。なんて顔してんのお前。そういう顔を今までをじいじだってしていましたよね。あおる以前に、なんで俺がここまで、あおるか、分かってますか。やめてくれ。俺は今までさ、
あの中学の卒業してからこういう風にあの自衛士に対して俺は暴力で煽ったことありますか？ありますね。なんか口の暴力、ね、口の暴力で会にとどめていたとして、現段階で自衛士は口だけじゃなくて、うん、体で暴力しましたよね。言うこと聞かないから、ね、俺は口の暴力でまずあの人間の命を脅かすこと今まであじゃなくてあのもう義務教育を終えた後から言いましたでしょうが、ジェジやバーバー、そしてノンノン、ママ以外に俺は誰かの目の前に俺は包丁を向けましたでしょうか？向けないよ、誰だって向けてないよ。あ、俺もさ、ジェジ一回刺されたお前に。何をそう言ってるんですか？一回刺されたよ、ちょっと前に。それ本当ですか？本当ですよ。いつ？絶対前、この前。この前じゃなくていつですか？一回ですよ。まず、いつはいつでも、まず何ヶ月前でもいい、何年前でもいい。1年ぐらい前。1年前。で、俺は、うん、1年前はその時どこにいましたか？2ヶ月にしてここにいてやったんだよ。その後すぐ、あそこの病院入ったんじゃない？それは2年前じゃないですか？2年前、覚えてる。あれはね、覚えてる。うん、わかりました。俺はその時、ジェイジの前で、やってはいません。その時、精神的に追い詰められていて、人前であっても俺は人間には向けていないで、こうやりました。で、それは、人間に対する敵意ではなく、もういい加減にしろっていう、のが言えなかったから、もう、まず、人前が、であっても、俺は、人間を向いていませんでした。そういう、物理的なものの見方もできないんですか？いや、今からね、このことは、警察に行く前に、まず、職場に、聞かせますよ。やめてください。やめてくださいっていう人にもっと大きな声で言ってください。やめてください。もっと大きな声。まず、やめてくださいっていう以前に手振るんですか？そうやってね、笑う以前に反省してないっていうことなんですよ。そういうね、平気で暴力を振る、それに挨拶も謝罪もありがとうも、あとすみません失礼しますも言えないからね、そういう大人が増えるとね、ブラック企業が増えるんだよ。本当だったらね、レッド企業がいてあるはずなのに、そういうね、礼儀も何もただ単に敬語だけにね、偏る時点、それに年上だろうが年下だろうが関係なく、そうやって暴力で制圧する時点でね、そういう大人が増えるからね。汚れな唾飛ばして。唾を飛ばす以前にね、俺がどれほどどういう状況か、まずもう二世代で亡くなるまで、俺はね、こういう風にね、話してんだよ。で、二世代で亡くなるっていうのをね、俺はね、言ってるからまだね、良心的だと思った方がいいですよ。気が狂ってる。気が狂ってる以前に、気を狂わせたいと原因なんだと思いますか？お前だよ。お前の性格だよ。自分から自分を気を狂わせるっていうのはね、よほどないとことがない限りおかしいですよ。まず自分でも集団でもね、人とのつながりがね、構築しますよ。これにね、縦社会も横社会もないんですよ。そんなこと言ってる人ね、ここで入って、それを警察が見たら、あ、精神病だ。精神病がなぜ起きるか分かりますか？もうダメだよ、こだ。まずね、反論があるんだったら、ちょっといいかなが普通ですよね。まず、そういうね、一つの視点も見なければ、結局一つの視点があってもね、あなたはもう、何にもね、何の勉強もしない。ただ単に勉強イコールデスクワークだと思ったら大間違い。で、もし俺との会話で話が、何かしら理解ができなかったら、まず、もうちょっとね、勉強会に行くことをします。それもできないんですか？コピー取ってもう全部流すとなんか言っても1時間取られっぱなしだよ。もう当たり前でしょ。もう困った。カードなんとかならない？参議院選挙の投開票まで待ってました。もうしょうがない。もうしょうがないよ。もう破産するしかないだろ、これ。もうどうしよう。そうだよ。だって1日1000円だったって毎日3000円4000円使ってんだから、デビットで。このとこ3日4日。まずね、残高が分かんないからですよ。まずね、俺としてはね、もう、預金したい、預金する自由もないんですか？まあ、壊すね。はい、もしもし。そんなにいっぱい以前にね、俺はね、まず、預金を、する、自由もね、束縛されて、剥奪されてるんだよ。
まずね、返す以前にね、今まで俺に対して俺が一方的に謝っても、じいじもばあばもママものんのも、今まで俺に謝ったことあるのか？まず謝るっていうのはね、まず、この前のやった謝り方はね、はっきり言おうか。人としてってのね、もう、やり方以前に、こんなのね、小岩のヘビースモーカーでもやんないぞ。人がね、あれだけ、怒らして、もう周りのね、友達をね、あれだけね、巻き込んでね、謝罪する際に、ごめんねとかさ、渋谷のね、ギャル以下か。それに、はっきり言おうか。まずね、はっきり言おうか。仕事も何もね、関係ない。仕事をね、休んででもね、応対するのが大人だろう。こういうことな。もう、まあ、どういうことなのか。ああ、しょうがないか。はい。もうどうしようもないよ。はい。会社行って今度はババさんだけだ。仕事で飛び行ってね。うん、もうちょっと会社行った。オッケー。オッケーでもなんでもねえよ、この。そりゃあね、自業自得でしょ。こんなんでね、誰がこういう状況で大丈夫ですかなんて言いますか。日頃の行いをお互い様って認めない限りね、俺はね、もう今後ね、何に一つ一声かけない。来なければいいじゃん以前にね、まず年上としてのね、責任を果たしてください。責任なんかね、こんなのね、聞いても聞かなくてもね、まずね、挨拶をね、人で襟好みしない、年上だろうが、年下だろうが、バックグラウンド関係ない。それに、謝罪でも、感謝でも、何か、要件があって、お互い様っていう概念のもとで失礼します。すみませんがね、俺の方から言っても何にも応対がなかった、今あれ。それが、できない、以前にまず、小さい、これも、あるいは、年下の20代前半の意見をね、聞かないで人を接する姿勢がね、後にね、ここをね、5歳ほどで死なせたり、もうね、人間だって動物なんだよ。それがね、そういうことをね、教えても教えなくてもね、話がどんどん飛んでな。話が飛ぶ以前にな、世の中に、ね、飛ばない話なんかねえんだよ。ここは生まれつき病気があった。わかった。で、病気以前にさ、なんで人間でも動物でも病気になんかわかってんのか。10分超えたんじゃないの。だからね、これね、録音だからね、会話じゃねえんだよ。どういう言葉遣いだね。言葉遣い以前に、人がなんであれほどと言葉遣いでも言葉を荒げる理由、今まで考えたこと、聞いたこと、勉強したことあるのか。人間はね、極限に言うとなったらね、そりゃね、どの動物でもね、怒るんだよ。異常行動起こすんだよ。普段からさ、じいじでもね、ばあばでも一緒じゃねえか。何かしら生活をする上で、何かが欠けてると、そりゃね、人間でも怒りますよ。ばあばを選択してくれたりなんかして。まずね、俺は言ったことありますよ。軽くでも、敬語でも、今までね、言ったことあるんだよ。で、そういうのをね、聞く耳も、持たないような感じで、俺がさ、仮に、ただいまって言ってもさ、最近さ、大きく言っても言わなくてもさ、まともに、返さない。こんなのね、一般人でもヤクザでもないよ。ゴミだ。失礼ながら。ここマジじゃないの？まず、人の家、あるいは、家族のうち、祖父母の家だったら、何かしら要件があってくる。祖父母じゃないんだろ。ああ、そうだよ。まあ他人のうち来たんだ。他人のうち以前にね、まずね、そうね、俺がね、1ミリでもメキシコ系の父が入っていったら、俺はゴミなんでしょうか。そんな話したことありません。じゃあなんでのんのんでもママが相手だったらさ、まあ年下相手に謝るんですか。まず、俺に対して謝らない、挨拶もしない、感謝も、失礼します、すみませんも言わない理由は何でしょうか。それは意見を言うからですか。意見っていうのは、人間だったらどの生き物でも言いますよ。反対意見の前に俺は今まで質問しても、あるいは敬語であっても、失礼します、すみませんがね、言いますよ。まずね、言ってきます以前にね、まず事の重大さを、
ちょっと待ってな。よし、これでちょっと一旦失礼しますね。恥ずかしい以前にね、まあちょっと一旦ここでやめておこう。